とことんとこいとうとアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は4月の17日日曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザニアンアルイエー、満開になったバラが庭にあるある。皆さん満開になったバラありませんか？まだまだ早いので、普通の四季咲きのバラは満開まではいかないですよね。一輪二輪咲いていらっしゃるお庭あると思いますけども、木工バラは一季咲き、そしてちょっと早めなので満開になっております。こちらは白木工バラで、まだどうでしょう、5分咲き6分咲きといったところでしょうけども、あちらにある黄色い木工バラがもう満開なので急遽動画を撮っております。ここ数日暖かかったので急に開花が始まって満開になっておりますので、そちらの動画本日はお楽しみいただこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはこちらの白木工バラご覧いただこうと思います。いい香りがしますよ、白木工バラは。最高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 。なかなかこのアーチの感じがいいですよね。はい、じゃあここから黄色木工バラにスタートいたします。くーちゃん案内してあげて。こっちだよみんな。よいしょ、こっちこっち。
ちらは黄色の小腹の根元ですね。もう完全に木ですね。もう串刺しておりますよ。もうこの一本だけ、一株だけであれだけの大きさになってるんですね。なかなかすごくないですか。そしてこちらが白も小腹の株元ですね。こちらも一本だけ、一株だけであれだけの大きさになっておりますよ。うわすごいね、タコさん。そうだね、もう17年も経つとこんな立派な株になるんだね。本日の動画いかがだったでしょうか。黄色も小腹はもうほぼ満開という感じでしょうか。来週の木曜日が一番満開時期を迎えそうですけども、白も小腹はまだまだこちらぐらい咲いてませんので、まだ五分咲き六分咲きといったところでしょうか。なかなか同時に満開という状態は難しいですね。黄色の方がちょっと早めですので、はい、まあだいたいちょうどいいぐらいの感じになったらまた動画撮影できるといいかなと思っておりますので、またお楽しみにしてくださいね。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。シーターパズーこれが分かった方は外のジブリ好き